山下和樹三段が6組決勝進出、史上初の三段5組昇級。に対するネット民の反応。将棋の奨励会員山下和樹三段が9日、東京将棋会館で第37期竜王戦6組ランキング戦準決勝に臨み、井手俊平五段に91手で勝利した。山下三段は決勝で最年少棋士の藤本渚五段と対戦。プロ未満の奨励会員が最下位の6組とはいえ、竜王戦ランキング戦で優勝すれば史上初となる。山下おめ、井手おつ。6組トーナメントが発表された時からちょっと期待してた山下藤本の決勝戦。山下三段おめ井手おつ。一気に決められてしもうた。長考からの渾身の不頭筋から63秒で死亡。驚いてすらもらえないの切ない。井手おん高速で詰まされた。ちょっと穴があったら潜りたい気分だろうな。これこそ一瞬で首をはねられたって感じの終わり方。結局5組昇級扱いになるでいいのか。聞くコメは何も書かねえな。ならんでしょ。天谷三段は負けても昇級者決定戦に回らないじゃん。昇級戦には回らないけど、ランキング戦での昇級自体はするって話で認識してた。昼食6組で優勝準優勝の場合は、次期竜王戦には5組で参加できます。これまでの竜王戦参加のアマチュアが5組昇級を果たしたことはありませんが、アマチュアでも勝ち進めれば毎年組を上げていく道も用意されています。プロでは一度負けても各組ごとの昇級者決定戦に出られますが、アマチュアは参加できません。山下くん、史上初の奨励会三段の竜王戦5組への昇級が決まったね。次の竜王戦の開催時には余談になっていると思うけど最初から5組も史上初だね。優勝準優勝のみ昇級なのか。知らなかった。藤井14歳増田19歳の対決。山下15歳藤本18歳の対決。どちらが、合計若いのだろう？イデオンは阿部とか麻雀で頑張ってくれ。山下のドラゴンクエストはボス戦まで到達したか。次の相手が無動級というかキラーマシーン級の殺傷能力持ってるから厳しいだろうな。とりあえず三段前人未到の記録がかかってるからアベマは中継やってくれよな。藤本は追う立場からいきなり追われる立場になったな。これはプレッシャーかかるよ。というか今まで奨励会員誰も上がれなかったのか結構な珍事なのでは？まあ珍事だが、山下がすごい球よ。竜王戦に三段が出れるようになったのってここ10年ぐらいの話。それに新人王戦優勝した三段は隣だけ、声優戦はまだなし。今まで奨励会員の過去最高はベスフォー33期の西山。女優枠だけど当時はまだ奨励会員。藤井匠渚山下の四天王時代も近いな。山下くんはこれで優勝できなくても来期竜王戦に参加できる。優勝したら四段昇段でいいのでは？優勝したら辞典もらえるみたいなので、9月に三段リーグ前期終わったらフリクラでプロ入りするかどうか選択できるみたい。もちろん三段リーグにいない通過の可能性もある。いずれ確実に藤井八冠の強敵になるだろうね。長沼戦も瀬川戦もど失敗だったんで、敗退したと思い込んどった。あれ逆転したんだ。A 級で本戦出るの勇気だけだね。6組はどっちになるかわからんけど、結構ドリームチャンスあるかもな。メンツ的に藤本に勝ったら超決まであるんでは？中学生棋士ならずではあったけど記録は作ったな。転んでもただでは起きない男だということは分かった。森信雄門下の先輩棋士をじゃない方にしてしまいそうな山ちゃん。いずれ山ちゃんと山さんタイトルホルダーと呼ばれる日が来るのか。でも絶対王者からタイトル取るのは本当に大変。藤本山下戦は将来タイトル戦で実現しそうな組み合わせ。優勝の障壁が渚なのはきついな。いよいよ編入試験一番勝負が実現したか。この試験官に勝てれば文句なしのプロだな。新四段で5組に参加して昇級したら2期連続昇級で5段に昇段できるのだろうか。昇段規定は4段昇段後にしか適用されないので現行規定では5段にならない。しかし、そうなりそうになったら昇段規定を変えるかもね。20代後半でタイトル挑戦できていない棋士は、藤井世代や現在の10代がすごい勢いで強くなってるから危機感あるだろうな。今までの対局を見るに伊藤匠は何回かやれば藤井からタイトルは奪取するくらいはできるが、時代の覇者にまで離れなさそうだから真の意味で藤井を脅かすのはそれより下の世代。渚にとって本当に怖い奴は下から来るんだ。井手は痛恨のうっかりやろこれ、けど山下は力見せつけたな。渚もうかうかできんぞ。山下くん、A 級と5組で待ってるぜ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。